こんにちは、えー、山崎ですと今日はこう痛みについて痛みの理解とその対処法についてお伝えしていこうと思います、えーまあ、ま腰痛とか偏頭痛これ僕は腰痛が10年あって偏頭痛がまあ30年あってで当時は薬飲んだりとか、まあ、いわゆる病院整形外科での治療とかをしていて治らなかったんですね実際僕整形外科で働いてた しそこで、まあ、こうやって首吊ったり牽引したりとかそのいろいろやってたわけですね。せやけど結局治らなかったんですなので自分で、まあ、その体の緊張を取り除いて痛みが出ない体質っていうのを作れるようになったんですけれども世の中では現状の医療現場だったとしても整体師の方だったりしても。 おそらく理解してる方って0.1%ぐらいしかいらっしゃらないんじゃないかなと思うんで痛みのこの理解を皆さんに深めていただいてそして対処法を知ってもらおうということで動画を撮っていますでえっ、ー、とまずね僕が勉強したのはその研究されているその痛みを研究されているその鴨先生鴨整形外科医院の鴨先生という ところでね僕は20代の後半の頃やったら20年近く前なんですけれどもその頃に衝撃的な情報を発見してびっくりしたんですね。 あ、痛みってそういう風になってんのかという衝撃を受けて、そこから実践していって、まあ実践していっても10年ぐらいかかったんですね。根本的に取れるまで。けど、あの実際今では痛みもなく快適に暮らせるようになったので、ぜひこの知恵を、痛みで苦しんでる人にこの知恵を伝えられたらなと。で僕20年間薬を手放せなかったんですよ。まあバファリンとかロキソニンとかボルタレンっていうのをずっとこう取ってたんですけど、そんな 取ってると余計にひどくなっちゃうんでできればその薬を断つ勇気を持って自然体にこう戻して自然治癒力が働くような体づくりをしたいなという人にはね耳を傾けてほしいなと思いますで、えー、例えば腰椎椎間板ヘルニアってありますねでこれって椎骨背骨ですね椎骨と椎骨の間にあるこう椎間板、えー、これがこう椎骨に押しつぶされてむにゅっとこう 出て椎間板がでこのむにゅっと出た時にこの髄角なのか繊維リンなのかが横にある神経にぶつかって痛みが発生するって言われるんですよでも神経って圧迫されても別に痛みはほとんど発生しないんですよもうほぼほぼゼロと思ってもらってい,あのいいです だから神経が圧迫して痛いんじゃないんですよね、そういう問題じゃないんです。なので、正しい理解をしてほしいんですね、正しい理解って僕が偉そうに言ってるわけじゃなくて、国際疼痛学会っていう、まあ、学会があってね、そこが言っている痛みの定義についてちょっとお伝えしたいと思います。はい、国際痛痛痛学会によるみみの定義痛みとは えー、実際の組織損傷または潜在的な、えー、組織損傷に関連するまたはそれに関連する不快な感覚的および感情的経験であり、えー、さらに貴重な文脈のために6つの重要な中期と痛みという言葉の語源を追加することで拡張されていますと、まあ、こういうふうになってて6つばッとなあの書いてあるんですけどこれを言うと長なってしまうんで、まあ、あの概要欄にあのリンク貼っておきます。 でまあ、これの重要なところというのがその実際の組織損傷または潜在的な組織損傷に関連する、えー、またはそれに関連する不快な感覚的および感情的経験っていうところが実は非常に重要なんです腰痛にしても膝痛にしても片頭痛にしても全部一緒。で この不快な感覚的及び感情的経験っていうのが痛みにつながってるんですよね。まあ、それ,それをね、ぜひ知ってほしいんです。で、えっ、ー、と、一日って言って、その、パーンという、こうはや、早い痛みっていうのと、鈍い痛み、二日痛っていうんですけど、これ、まず痛みの種類がちゃうんですよ。で えー、例えば骨折しましたとか捻挫しましたとかこっちの一時痛の痛みっていうのは基本、整体師は対処しですいかんの,です、ね、での広域地、えー、心外受容器っていうところの刺激で痛いんですねで、えー、慢性痛っていうのはあのポリモーダル受容器っていうセンスこれ痛みを感知するセンサーなんですけどこっち側の痛みがゆっくりとした痛みなんですね。 整体師が扱えるのは基本的には二次痛のみですだから早い痛みやったらその柔道整復師の人とかあとは医者ですねこ,こっち側の専門家なんですね整体師は二次痛を取り除く専門家やと認識してくださいで、えーまあ、あとね痛みの第一現場というのと第二現場というのがあるわけです痛みの第一現場というのは例えばこの辺が緊張緊張します 緊張したら、この緊張している箇所が酸欠になるわけですね、これ、慢性痛の話ですよ、緊張している箇所が酸欠になるわけです、酸欠になったら危ない、酸素がなくなって栄養いかんで死んじゃうわけですね、なので危なくないように血管を広げてくれるんですよ。この血管を広げる時に ブラジキニン主にブラジキニンという発痛物質痛みを感知するセンサーその物質がこの辺にちゃんと発生してくれてで血管を拡張してくれるんですねこの時にポリモーダル受容器あのこれは、えっと、痛みを感知するセンサーなんですけど発痛物質が出たら痛みを感知するセンサーこれ神経の終末に最後の方にあるんですけどこれが、えー、センサーがキャッチして通覚神経を通って脳で痛いと認識するわけです。 これが痛みの第一現場であとは、この痛み慢性痛の人っていうのはもう脳が記憶してるんです痛いっていうことを例えば嫌なことがあっただけでもう痛いと認識することあると思うんですね、えー、で慢性痛の場合は肉体的なその緊張不快な感覚ですね不快な感覚が あの強くて痛みが出る人と不快な感情がで強くて、痛みが出る人の2種類あります。これイメージしてください。例えばこう小指をこうドアのドアにぶつけたとこあたってなるけれども、その痛いのはすぐ忘れますよね。これは不快な。 感情が働いいてななからなんですよ、まあ、痛いのは嫌,嫌ですよ。あたあたあたってなるけれども、なんかその辛いわけじゃないんですね。痛いだけなんですよ。この慢性痛の場合には、例えば腰が痛いってなった時に、辛いになるんですよ。これはどういうことかっていうと、その不快な感覚だけじゃなくって、不快な感情まで働いてるっていうことなんです。 なので女性の場合であれば特に不快な感情を取り除く例えば、えっと、安心できるとか愛を感じるということであればそれだけで痛みだいぶ和らぐんですよ肉体的にまだ痛い不快な感覚は残ってるかもしれないけれども不快な感情が取れるだけで痛みってだいぶ消えるんですよ これをねぜひ、あのー、知ってもらいたいしその日本ではこういうことあんま言われないんですけどドイツとかそういう,こう痛みの先進国では当たり前の処方になってますからだから。 慢性痛がある時に不快な感覚を取り除くことが一般的ですけれども不快な感情をどう取り除くのかっていうことがかなり重要なんですこれは30年偏頭痛を経験して何度も死にたいと思った僕が言うことでもありますからぜひ、まあ、ねあの信用してもらっていいかなと思いますで痛みがこう発生している箇所結局その不快な感情だけ働いても肉体の緊張も伴ってこそやっぱ痛いんで。 その肉体を見たときにその痛みが出そうなところっていうのはまずね重たくて硬くて冷たいんですよ、重たたくくて固くて冷たいんですこれをえ軽くて、うん、柔らかくてあったかい体にしたいんですね、まあ、うちの神殿生態でもシンプルに言うと重たいところを軽く、硬いところを柔らかく、え冷たいところを暖かくするような一応生態なんですね。 でだから他の一般的なアプローチどこどこの関節をどう動かすとかだからそれで痛みを取りますとかそういう話じゃないんですよ全身の問題で特にそのストレスを見てその重たいところがストレスですし硬いところがストレスですし冷たいところがストレスになってますからこのストレスを取り除くことで自然体に戻って本来の循環っていうのが起こって、えーまあ、痛みが蓄積されないような体質を作れるんですよね えー、でね現代のこの、まあ、日本人というか世界中でもそうやと思うんですけれどもテクノロジーが発展して何でもかんでも人間の肉体じゃなくて機械がやってくれるようになったりその分僕たちは頭ばっかりを働かせるようになってしまいましたでこれストレスのこんあのお話を、うんまあ他の動画でもしたんですけどストレスっていうのはその 基本ね運動性変と溜まるんですよもちろん嫌なことがあって嫌なことがあって例えば外敵がやってきたとかなんか外から圧力がかかったっていう時に思いっきり体全身運動して発散して休むことでストレスがたまらない体になるんですけれども僕たちはこのこういう作業ばっかりしてて頭ばっかり使って体使わなくなっちゃったから体にストレス溜たまってるんです。その、えー スストレスっていうのはその言いたいことが言えないとかこういうのもストレスの一種ですよでこれが結局痛みにつながってるんですからねで、えー、この人間の脳を使いすぎていることがかなり問題なんで普段それその運動してへんなっていう人は全身運動するだけでも楽になるかもしれへんで体が重たくなっている箇所とか硬くなっている箇所これを全身運動することでほぐれるかもしれへん 無意識運動ねでこただやっぱりもう癖が強くてこびりついちゃってるようなもんはやっぱ整体をしたり自分でまあ結構トレーニングっていうのをしないとその重たくて硬くて冷たいところって簡単に取り除けないことがあるんでそういう時には専門家に頼るのもありかなと思いますだから皆さんにこう一般の方ができることっていうのは自分の体を頭ばっかり使うんじゃなくっ使うんじゃなくて。 全身運動、体を使うということを大事にしてもらうということが、まあ、大事なわけですね。それをするための手段としては、子供のようになイメージしてみてください。子供になったかのように動物,動物って好きやったらベロベロベロ,ベロこう舐めたりとか子供でも思いっきり抱きついてきますよね。でも人間の場合は躊躇してブレーキっていうのをかけながらこの人に触れていいんかなとか頭で考えちゃうじゃないですか。だから 言い,たいこともうん、これ言ったら、うん、この人気,気分悪くなるかなとかこういうことを子供とは違って大人は頭使いすぎてるんですよなので子供化動物化するということを大事にしてくださいそういう時間をできるだけ増やしてくださいそうすることでストレスが溜まりにくい体質になりますからそして、えー、自然とか日本文化 これをぜひ大事にしてもらいたいたですねこ日本文化の話するとそれだけであの何十分何時間ってしゃべっちゃうんでただ、日本文化っていうのはプラスする発想じゃなくてマイナスにする発想例えば膝が悪い人にはよくリハビリであの膝の筋力が低下してるから強化しましょうって言うんですようちの場合は逆膝の筋力じゃなくて筋肉が硬い緊張している。 だから筋力が弱くなってるんだっていう発想なんで緊張を減らすっていう方向のアプローチをするんですだからマイナスにするんです逆に西洋的な発想は筋力が弱いから筋力をつけようだからトレーニングをしようっていう発想になるんですうちは緊張をやめるっていう発想なんですねこれが日本の文化の基本的な考え方で緊張をやめていくっていうのをトレーニングと捉えてるわけですね そういういいこととをやっっててくスストレスも減ってきますねで根本最後に根本のお話をするとそういう心の使い方や頭の使い方知るっていう正しいことを知るっていうことももちろん大事だしそのストレスをためへんような心の使い方ですねこのいなすっていう日本文化の発想であったりね、えー、まあ解釈これを変えていくのももちろん大事だしあとは姿勢ですね。 その24時間、基本この体で僕たちはいますからできるだけ緊張がかからないような肉体の姿勢っていうのを作っておかへんと無意識のうちに特定の筋肉を緊張させるようなあ体の使い方、まあ、体の使い方っていうか姿勢をしてしまってるんです例えば、ずっとこうやって持たれてる人っていうのはもう背中に持たれる癖がつきますから後ろ側の緊張を生きやすいんですね。えー、なので えー、姿勢を普段から整えていくことしかもガチッとこう固めた姿勢じゃなくてリラックスして骨組みでこう立つってことですねでこうやって今座ってますけれどもお尻がもし重たくなったらこうやって重たいのを外すこうすることでお尻の重たいのが一時的にでも軽くなりますからこういう重たくなったのを軽くしていくあの同じ姿勢例えば足裏もずっと今僕座ってるからついてるんですけどこれも外してやる 足裏をそうすることで重たくなってたロンが外れるからふくらはぎやすねこの辺の緊張も取れてその重みを背骨で支えるような練習にもなるので重たいのをちょっと外すっていうだけでも OK です。 あとは体の使い方例えば立ち上がる姿勢とか歩くとか,なんか物を取るとかそういう時にでもその負担のかかるような雑な体の使い方をしていることで痛みが発生する例えばなんか高いところの物を取ろうとしたらあのぎっくり腰になったみたいな人結構いるんでだからそういう体の使い方っていうのもこう合理的にその負担が1箇所にかからへんような体の使い方っていうのを覚えてもらえると慢性の痛みっていうのは発生しにくくなります。 なので今日は痛みの対処法とマクロな理解、えー、対処法のマクロな理解をしてもらったんですけれども今度はまたあの具体的にねそのセルフケアのやり方とかこの辺りも動画で発信していこうと思いますので、まあ、よかったら、えー、参考にしてもらえたらなと思います、えー、この番組は体の不思議や面白さ健康になるための情報を発信している番組ですよかったらチャンネル登録をお願いします あと YouTube では言えない健康情報の裏側や体の使い方、意識の使い方の奥深い話は無料のメルマガでさせていただくので概要欄からメルマガの登録をお願いします。では今日は終わります。ありがとうございました。